ローマ帝国の俗州俗州総督は古代ローマにおいてローマ法に基づき俗州の行政を任された総督のことである。英語ではガバナー、フランス語ではクベルヌールの語が用いられるが、これはラテン語のグベルナートルに由来する。俗州総督にはプロコンスルやプロプライトルが任命された。ローマ中央政界の上級政務官を辞した後に地方に赴任した彼らは、 莫大な財産を蓄えて、紙幣軍団を養い、絶大な権勢を誇ったと言われている。定世紀の総督の任命は、皇帝による場合と元老院からの場合とがあり、総督は皇帝属州あるいは元老院属州に、赴任するように命ぜられた。赴任先となる属州は原則一つであったが、複数の属州統治を任される場合もあった。統治において総督は、 以下の責務を負っていた。これら様々な責務をこなすため、総督にはコミテスと呼ばれる側近が随行するのが通常であった。側近は総督の社会的地位によって様々であったが、主にクワエストルに選ばれたものが多く、俗州の財務分析及び総督が承認した場合に限りにおいての軍事行動を取り仕切った。また、総督自身が 委任統知見なしに専任することが容易な長官職を募ってさほど重要でない分野での統括を任せることもあった。総督になる資格は以下の通りであった。元老院が専任者の認定を一手に担っており、確固たる認定基準はなかったが、どのような軍事権を与えられたかによってその総督の地位も変わった。ほとんどの属州はプロップライトルによって統治された。 また属州が国境近くの場合は長期間の軍事権力が必要なことからプロコンスルが元老院から任命されて認知に向かった。訂正に移行すると属州はアウグストスによって以下の3種類に再編され、それに伴い統治者も変容した。ありがとうございます。